はい、ガジャマルです。2月中旬の iPhone 投げ売り情報です。まずは去年の流れを見ていきましょう。2月上旬から中旬は iPhone12 mini の 64GB が一括9800円、 128GB が一括14840円となっています。今考えるとマジで考えられない値段ですよね。それに iPhone12 の 64GB が 29800円、 128GB が 39800円と格安です。まだ iPhone12 が一括10円となっていないので、去年の2月中旬はそこまでの値引きはまだない感じです。それでは今年の2月中旬はどうなのかというと、一括は SE 第3世代のみとなっています。 SE 第3世代の 64GB が 14800円、 それに 128GB が 24800円となっていて、 Apple Store よりかは安いですけど微妙なところですよね。2023年の年始には SE 第3世代が一括7800円だったので、今は倍の一括14800円となぜか値段が上がっています。 SE 第3世代は買い時ではないです。待てるなら2月末か3月入ってからの方が良さそうです。それから今は実質1円と言われている2年レンタルが主流になっています。2年間月々1円で iPhone を使うことができるのでかなりお得です。それに今だと SE 第3世代は2万ポイントキャッシュバックになっていて、月々1円で使えて2万ポイントもらえてしまうんです。デメリットとしては自分のものではなくレンタルというところです。それに壊れた場合には返却時に2万2000円が必要になるので注意が必要です。その他にはついに iPhone12 のポップが消えました。去年から一括10円などでばらまかれていて、本当にどれだけ在庫があるんって感じだったんですが、 iPhone12 やっと終わりました。年度末には iPhone12 の代わりに何か出てきてほしいですよね。それとも iPhone12 の一括復活とかちょっと期待しています。最後に家電量販店では、投げ売りの iPhone は13と13 mini、 それに SE 第3世代までしか販売されていないんですが、イオンやスーパー、商店街などで定期的に開催されているドコモの出張販売では、 iPhone14 を実質何円というのもやっています。値段は月々1116円や月々2073円が多い印象ですが、中には iPhone14 が2年間月々1円というのも存在します。 iPhone14 が欲しいという方はドコモの出張販売、イベント販売を探してみてください。その他にも SE 第3世代が家電量販店より安く買えることも多いので、 iPhone を安く購入したいという方には出張販売を当たるのがおすすめです。はい、ということで今回は2月中旬の iPhone 投げ売り情報でした。いかがだったでしょうか。絶対とは言い切れないですが、家電量販店の投げ売り iPhone の購入は3月まで待った方がいいかもしれません。それに出張販売での iPhone14 の実質1円や SE 第3世代の投げ売りは見つけ次第購入がいいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。